にちは、合同会社セカンダリーの長内です。本日は2017年10月2日月曜日、今週の心理薬系イベントのご紹介です。まず、臨床心理試験まであと10日余りです。弊社ウェブサイトでも、特設ページを開設中です。心理薬の基本的な知識に関する、無料の練習問題もご用意してますので、ぜひご利用ください。また青山一丁目教室は今週も個別指導講座をはじめ多くの講座のご予約をいただいております。ありがとうございます。ニコニコ動画でも各種講義を少しずつ公開しています。ぜひチェックしてみてください。さて今週の心理薬系イベントのご紹介です。本日2日月曜日はアトミ学園女子大学大学院の出願期間が締め切る日となります。5日木曜日は日本児童青年精神医学会総会の開催が予定されています。6日金曜日は帝京平成大学の大学院の出願期間の締め切り日です。また日本行動分析学会の開催が予定されています。週末7日土曜日はオービディン大学の大学院説明会、日本 LD 学会、日本箱庭療法学会、日本芸術療法学会、日本精神衛生学会、日本教育心理学会、日本交流分析学会の開催が予定されています。またロナルド・レイン、ローナ・ウィングの誕生日でもあります。8日日曜日はエルンスト・クレッチマーの誕生日です。最後に週明け10日火曜日は東京家政大学と茨城大学の大学院の出願期間が開始となります。これらの情報は弊社ウェブサイト、ブログにも掲載しております。 URL は説明欄にございますので、ぜひご覧ください。また詳細および最新の情報は各学会、各大学ウェブサイトでご確認ください。心理薬をもっと身近に、今週もセカンダリーをよろしくお願いいたします。YouTube でご覧になっている方はチャンネル登録もお願いいたします。